鹿児島女子高校1年、楠田優奈選手。短距離を専門としています。幼い頃から走ることが大好きな楠田選手。KKB に彼女のスピードを裏付ける映像が残っていました。2020年開催の小学生陸上フェスタ。当時、小学6年生の楠田選手。レース序盤から圧倒的なスピードでライバルを突き放します。2位の選手におよそ1秒の差をつけてダントツの1位。当時のタイムは県の記録として現在まで破られていません。5連覇できて嬉しいし、やっぱり走るって楽しいなって思います。100m で日本一になることです。その後も数々の大会で結果を残し、去年鹿児島国体に出場。 100m は右足の怪我の影響で準決勝敗退でしたが、並行して取り組んでいるハードルで3位、リレーで4位入賞を果たしました。年上の人ばっかりですごく不安とか緊張も大きかったんですけど、その生きてる中で初めて出場させてもらえたっていうのはすごく感謝の気持ちでいっぱいだったし、すごく幸せな気持ちでした。短距離に特化するのではなく、他の種目にも挑戦することで記録が伸び悩んだ時は気分転換になり、新しい視点や技術を身につけることができるそうです。国体で優秀な成績を収めたハードル、相当な練習をしているのかと思うと。全然やってないです。ハードルは負担も大きいので、自分の今までの大会もハードルに出てもあんまり練習せずに出てました。抜群の運動神経を持っている楠田選手。普段の練習を指導する大坪先生は、その才能についてどう見ているのでしょうか。動き一つ一つにちゃんと考えながら練習もしてますし、一つ一つのことを真面目にやれる子がやはりこうやって強くなっていくんだなっていうことを感じているところです。開幕戦おととい開催された県の高校総体では、100メートルで4位の成績を収めました。まずは南九州大会で、個人でもリレーでも6位内に入賞してインターハイ出場を頑張ります。まだ戻りきってない部分があるので、大きな大会までにしっかり戻せるように頑張ります。鹿児島陸上界の原石に、これからも注目です。